HSL ベル HSL は1950年代にベルヘリコプター社で製造されたアメリカ合衆国の対戦専用ヘリコプターである。同社で設計された機体としては唯一のタンデムローター形式であった。1953年3月3日にアメリカ海軍の対戦ヘリコプターの要求仕様に応じた試作機のベルモデル61が初飛行を行った。 1950年6月に、共作の中からモデル61が選定され、評価のために3機の XHSL-1 が発注された。モデル61は、長方形断面の胴体構造と4脚、6車輪の膠着装置を有しており、胴体後部に搭載した、プラットホイット 2R-2800、正型エンジンを動力源としていた。 搭乗員は2名のパイロットと2名のソナー、捜査員であった。調達に迅速性が求められたため、ベルシャが3機の XHSL-1 を受注したのと、ほぼ同時に遅いペースでの量産が命じられた。海軍は、最終的に、イギリス海軍向けの18機分を含む、少なくとも160機分の契約を結んだ。米海軍航空局付与番号は、 合計234機分が割り当てられた。開発過程の問題のために、契約の期日までのスケジュール進捗が遅れために、わずか50機のみしか生産されなかった。前期が納入されたが収益テスト後に、機雷送回手法の開発のために配備されたのは、わずかに数える程度の機数であった。残りは納入されるとそのまま倉庫に収められ、そのまま保管された。HSL は、 作戦運用には使用されなかった。空中機雷掃海手法の開発のために約7機がパナマシティの米海軍機雷掃海部隊へ配備され、1956年9月に最初の1機が到着し1960年初めまで使用された。ありがとうございます。